続けて。何？ちょっと待って、僕映っ、もうちょっと映して。もうちょっと映して。はい。乾杯。ああ、ビールがうまいぜ。もう困ったやつだな。誰かよ。なんで？なんでよ。なんでよ。見てよ。やっと髪切れたんだから。なんなので。今違う。今俺の髪切った報告をしてるんだからさ、ちょっと邪魔しないでほら。ほら、やっと切れました。ね。はい。終わったよ。うんじゃねえよ。だってさ、せっかく髪切ってきたのにさ、翔ちゃんなんか全然なんか俺の髪切ったことに無関心だからさ。褒めてほしい人？褒めてほしい人。あ、そうだったの。ごめんごめん。そりゃ褒めてほしいでしょ。あ、さっぱりしたねとか、かっこいいくなったねとかさ、似合ってるよとかさ、どうして言えないの？言えなくないよ。で、言ってくれてないじゃないのよ。いや、確かにね。いいんじゃん。あ、ぺちゃんこ。あ、帽子かぶってんの。だって、ほんとひどいよね。いや、だって、蓮舫さんだったんだもん、髪型。誰が蓮舫じゃん。暑いしさ、やっぱさっぱりしないとさ。うん。で、何を？何？今日はなんか言いたいことがあったんじゃない？やめて、そんなないもんだって。そんな大事なことでもなんでもないから、それでさ、ハードル上げないで。動画をね。違ったの？あ、うん、うん。そう、あのー、ですね。動画を今、うん、21時に動画をアップしてるんですけども、うんうん、次からですね。はい。20時。え、なんで俺に聞くのよ。20時だよね。え、20時にすることになりましたー。1時間早く。あれ ?19 時じゃなかったっけ。あ、19時だっけ。あ、20時だ。20時に。わかんない。ここで決めらわかんないか。20時なんだって。え、どっちがいい？どっちがいいの？19時がいいの？20時がいいの？え、みんなどっちの時間の方が見る？でも、昔17時だったのよ。あ、そんな早い時間に上げてたっけ？上げてた。17時から18時になったの。あ、そうなのね。で、それから21時になったの。あ、すっ飛ばして、うん。9時になったんだ。うん、なぜそうなったかっていうと、うん、なんか動画の、もうその時は動画を作るにもなんかめっちゃ時間かけてやってた時があったから、うん、もうだから21時ぐらいにしなきゃ間に合わなくて、なんかもう今手抜きしてるみたいな感じになってるよ。そんなことないんだけど。で、そうなの。17時から、うんうん、18時。じゃあ18時をから10、ん？ 21 時。21時にね。そうそうそう。うんうん、まあまあそういうこともあって、うんうんうん、でもなんか21時間にアップってなんかちょっと遅くない？確かに思ったの。そうそうそう。なんか俺ら結構ご飯食べる時とかに YouTube 見てて、うん、そうそう、あ、なんか上がってるかな、うん、とか思った時に、うん、ね、うん、21時だとね、完全もうちょっとまったりしてもう、そうそうそう、してたりするから、もうお酒も回ってるし、ちょっと遅いかで俺はちょっと思っちゃう。確かに僕も思った。うん、うん、7時くらいからさ、上がってると、あ、上がってるよ、見よ、みたいな感じになる。あ、じゃあ7時にする？ 7 時？ 7 時。え、7時だったら、なんか、良くない？嬉しい？うん。マジか。あ、でもいいかもね。7時にしよう。うん。うん。はい、今決まりました。7時にしよう。7時にしよう。結構なんか7時に上げてる人も多い気がする。夕飯食べながらがいい。そうそう、食べながらとかさ、なんかもう9時とかだと他のことしてたね。そう、確かに。で、まあ7時に上げて、うん、まあ夜遅く、まあ寝る前とかにもう一回見てもらって、ああいいね、で朝起きたらもう一回見てもらって、うん、もう3回も見れる。はい、ありがとうございます。お得ですね。お得。お得か。お得ではないかも。お得かどうかわかんないけど。確かに。うん。そうしよう。うん。はい。はい。そうしよう。そうしようか。うん。うん。っていうことが伝えたかったんだよね。はい。うん。うん、あとなんか、ある？あとなんか、ある。なんかあったっけ？何？ないよ。なかった。あとは？なんかある。何か。ないです。ない。あ、翔ちゃんパンもかけました。かかりました。てか、翔ちゃんもさ、
かまってちゃんだよね。インスタ見た？しょうちゃんのインスタ。なんか誰ももうやめ、俺やめろと思ってるそういうの。マジで。誰も気づいてくれなかったみたいなさ。思ったのだからあれなんだよ。みんなさ、うん、あざとく生きてるから。うん、そうよ。だから、うん、俺もそうし、本当はそういうの一切やりたくないというかやらない人だったの。もともと。そんなつぶやくもこともないし、本当に。写真とか撮らないじゃん、ほぼ。あ、まあまあそうね。うん、でも、頑張って撮ってるの。うん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 。そう。あざとくて、うん、ちょっと、うん、かまってちゃんぐらいが、うん、いいかなって思って。なんか、そっけない人よりかさ、うんうん、その方がさ、僕は好きなの。ね、個人的に。だから僕もそうしようと思って。うん。いや、いいと思うけど、うん、コメント見てたら、うん、しょうちゃんごめんねってみんな、気づかなくてごめんねってみんな書いてるから、申し訳ないなと思って。本当にそれは、ね、うん。まあ、いいと思いますよ。いいでしょう。みんな気づいてすげえ。撮ってあげるよ。髪切ったから。え、いいよ。いいよ。いいよ、恥ずかしいよ。あ、遅かった。僕いい？見せてあげてもうみんなにその写真を。あ、もうこれインスタで載せますけど。やべえよ。載せよ、これ。髪切った。やば。やめて、うん、もうね、多分ね、フォロワー減るからやめて、そういう。減らないよ、だい。それかこっちどっちがいい？もうちょっと編集の時にちゃんとこれ載せて。あるある。載せといて。どっちがいい？ひどい。ひどすぎる。可愛いけどね。いや。翔ちゃんだけよ、そんなん言ってくれるの。俺なんかもう最近全然インスタの投稿できてないよね。しないとって思いながらね、もうなんかね、ネタがなくてね、写真撮る。もう何でもいいんだよ。何でも、なんか。そしたら今度翔ちゃんの寝顔とか撮ってあげようか。いやだ。なんか需要ありそうじゃん。あるかな、汚いけどね。うん、知ってる。おいほら、みんなそうじゃん。寝顔なんてみんな汚ねえじゃん、きっと。わかんないけどね。綺麗なスヤスヤした寝顔の人もきっといると思うけど、うんうん、まあ、うちらは汚ねえじゃん、多分ね。はい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 。ひょにょ。いいのかな、こんなんで。ああ、大丈夫この動画。何気ないやつも。見たいって思ってくれてるかもしれないし、いやらしいな、余ってくれてるかもしれないしな。いいの、これで本当にここでここで大丈夫、マジ、あの、はい、後ろとか大丈夫、ここの方がいいの、こっちからの方がいいの、こっち、こう、で、上から、俺の方が顔でかいからやめて。いいんやん。